アシュレディオ。おはようございます。おはようございます。今日も始めました。お願いします。いや始まったね。じゃあ昨日の話も続きしましょうか。なんだっけ昨日の話って。具体的に何の事業を展開していくかっていう話ですか。明日の話ね。そうですそうです。いやそうなんです。だから最近はなんかその長男的な仕事と、うん、なんか七男的な仕事を結構分けてて、うん、だからまあビーツはビーツ、あ、だビーツもすごい新しい展開をするからね。そうなんですか。うん、誰にも言ってないよ。マジっすか。うん、なんかレンタル品が無料になった話を見まして確かにレンタル品が無料になった説ある、はい、へえ、いいっすね。いや、ビーツはやっぱエナジストの価値がやっぱすごいから、うん、なんかそのエナジストっていうことの価値をもっとちゃんと届けられるようにした方がいいよねっていう。なるほど。で、なんか僕の構想としてはビーツコミュニティセッションみたいなことを考えてて、おお、なんかみんなさ、その友達ってさ、うん、同僚か、うん、学生時代の友達しかいないじゃん。いない普通。はい。で特になんか20代後半とか30代40代になればそれがなおさらで、はい、なんかそういうのを世の中が求めてんじゃないかなっつって。いや求めてますね。でそれをフィットネスっていう建前で、うん、そういう出会いを提供してあげる。なるほど、素晴らしいと思います。でこれまでそのビーツってそのハードを作らないと、うん、つまり店舗を作らないとビーツっていうソフトが入り込まないじゃん。確かに。だから64のマリオカートのカセットだけじゃ、あ、はいはい、ソフトだけじゃプレイできないじゃん。そうですね。だから毎回64を買わなくちゃいけないんだけど、うん、で64を買うのに1000万2000万かかるわけ。なるほど。店舗展開をするっていう時それ結構大変じゃん、うん、じゃあそのソフトだけでいろんなところで展開できないかなってことを考えて、なるほど、っていうことがまもなく実現できそうなのよ。いやすごいっすね。僕の構想では。わあ。でフィットネスで、まあ、もちろんエナジストが中心となって、うん、そのいろんな出会いをこう提供するっていう。なるほど。でもどんなとこでもできる。どんなとこでもできる。いいっすね。あ、でもちゃんとしたそのスタジオみたいなの借りてやるけどね。うん。いや確かに友達欲しいですもん。で驚くべき金額で、ほう、通い放題っていう。おお。そこらの企画はまだ言えないけど。なるほどなるほど。エニタイムよりフィットネスより。安いんじゃないかです。マジっすか。エリテアフィットスだって8000円とか1万なんすよ。でかつパーソナルトレーナーがつくっていう。いやえげつない話です。それで友達もできる。で友達もできるっていう。最高じゃないですか。最高なんです。エリテアも全部逆です。そうそうそう、みんなでできて、そうパーソナルで、そう逆エリテア。なるほど、いいなぁ。いや友達の価値はでかいですよ。そう、なんかそれでやっぱその考えてるのが、そのビーツのこれまでの価値って何だったかなっていう、うん、で、これでその、ビジネスキャンプイン札幌もそうだったけど、はい、うん、その細木っていう元ビーツの構成員とかにあって、うん、やっぱこうやっていけてんなと思って。なるほど。で、やっぱビーツ何がいいかっていうと、そのみんなの正義と悪がはっきりしてるじゃん、ビーツって。あ、そうですね。こういうやつはいいよね、うん、こういうやつはもうダメだよねっていう、うん、ノットビーツっていう。そうですね。もう見え張るやつだったりとか嘘つくやつだったりとか、なんか忙しいことがかっこいいと思ってるやつとか、もうこいつはもう全員もう終わりだよねっていう、そうですね、っていう共通理解があるからビーツってこのチームビルディングができてるじゃん、うん、っていうのをなんか考えたりとか、うん、なんかじゃあビーツがどこに進むのかとかっていうことを考えてる中で、なんかいろんな企業さんからなぜか相談を受けるんだよ。なるほど。なぜか。なんでなんでしょうね。多分インスタもでかいと思う。あの質問返しみたいな。ああ、あれすごいですね。うん。多分、あ、そういう風に考えて、たまになんかさ、はいはい、ビジネスっぽいこと言うじゃん。うん。大体インフンでるだけなんだけど。たまにインフンでない時あります。インフンでそうで踏んでないんだけど。はい。なるほどね。そっからなんだ。うん、あれ結構なんか、からの問い合わせみたいなのある。インスタなんすね。まあだから、まあ、インスタだけじゃなくて、まあ、要はその価値観を知られるっていう、うん、まあ確かにそうですね。こいつなんか知ってそうみたいな、うん、いや質問を返すっていうのがやっぱ一番価値観ありますよ。そう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 、うん、
なるほど。でなんか結構そのいろんな企業の相談を受けてて、うん、みんな悩んでることが一緒なんだよ。はい。何に悩んでるでしょう。生産性の最大化じゃないですか。ああ、そこで悩んでる会社ってあんまないんだよ。そうなんですか。ああみんなうまくいってんだったらいいんじゃないですか。それがうまくいってるんだったら、やっぱ社内のチームビルディング的な話じゃないですか。ああ、いいね。どうせ違うんだよ。違うんですか。それが違うんだよ。採用なんだよ。ああ、なるほど。採用ができないっていう。そうか。そうですね。僕はもう息を吸うように採用ができるから。うん、確かに。そうっすね、そこまで花道もそうっすよね。そう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 、うん、で、そのみんな採用ができないっていうことの課題が採用力だと思ってる、うん、ほう。でも採用力ってなんだっていう話で、うん、っていうところを紐解いてあげるっていう話なんだけど。なるほど。なんて言うんだろうな、会社にとってすごい大事なステップ 7ステップあるとしたら、はい、採用って6ステップ目ぐらいなんだよ。なるほど。だからもう採用に悩んでる時点でもう1ステップ目からできてない。なるほどなるほど、はいはい、はい、だから1ステップ目からちゃんと一緒にやってあげないと、うん、なんか結局なんかインディードとか、うん、なんとかみたいな、確かに採用広告にぶっ込んで終わるっていう、うん、確かに。で採用エージェントに依頼して終わるっていう、うん、で採用したら採用したでミスマッチですかって言って、うん、早期離職して終わるっていう。なるほどね。確かに採用を別のスポーツだと考えてるのでもうダメです、ね、ああそうそうそうそ そう。でも多分それってビーツにいるからそう思うんだよ。あ、採用人事部採用かみたいな感じでもう分かれちゃってるから。そうそうそうそ そう、うん、で大企業は金があるから別にいいんだけど、それで、うん、採用広告費用ぶっ放してれば、うん、でも中小企業ってそうじゃないじゃん。そうですね。でその採用を内製化できないと何がダメかっていうと、自走成長しないんだよね。うん、ああなるほど。つまりその経営陣役員と従業員の意思疎通が取れてないわけじゃん、うん、採用ができないって、うん、で採用外注しちゃったら、うん、もう まずミスマッチじゃん。そうですね。でこのミスマッチした従業員がユーザーと接するわけじゃん、うん、したらユーザーはまず会社のことを理解しないよね。確かに。でもビーツとかって、うん、その従業員、うん、ビーツメンバーがみんなビーツのことを理解してるじゃん、うん、だからそれユーザーに話すじゃん。そうですね。そうするとユーザーがビーツのこと知ってるじゃん。そうですね。したらユーザーが参加者の話をし始めるじゃん。そうですね。で言ったらまたユーザーが増えるじゃん。はいはい。っていうのがなんかその会社としてのあるべき姿。そうですね。そうですね。うん。そんなのできてる会社ほぼないんですよね。そう。っていうのをなんかそのチームビルディングということなのか、カンパニービルディングなのか、なんか DNA ビルディングなのか分かんないけど、なんかっていうのをなんかちゃんと体系化して。うん。なんかはめ込んであげるっていう、うんうん、だからもうコンサルティングですね。そう。だからもう採用コンサルっていうのはもうおかしいです、ね、そう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 。採用コンサルとか SNS コンサルとかね、うん、採用コンサルっていうのをフックに会社に入り込んで内部から変えるならわかりますか。ああそう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 、そういうことなんだよね、うんうん、なるほどね。だからまずこの船がどこに進んでるのかっていうことが分かんなかった、それを経営者も分かってないし、うん、役員も分かってないし、従業員も分かってなかったらユーザーも分かんないし、確かに。まずそこを明確にしましょうよ、うん、なるほど。それが今の事業一つ目。それをやったりとか、はい、あとはなんかうどんの商品開発の話を聞いたりとか。それやばいっすね。なんだっすかそれ。うどんなんてだってもうできたもんじゃないですか。いややっぱりねちょっと違う。へえ。だからなんかとんでもねえこと言う人はなかなかいないんじゃない。ああもう既成概念を。ああそうそうそう、なんかみんな結構とんでもねえこと言う感じで探してるっぽいね。ああなるほどね。なんか起爆剤、はいはいはい、なんか起爆剤感あるじゃん。なるほど。脈上げたいんですよ。なんか明日にとんでもない方向性から突っ込んでほしいみたいな。はいはいはい。いやそれでも大事ですよね。それこそなんかもう地方の丸亀とかなんかもう
ね、昔からの老舗がもうずっとあるところだね。でとんでもないこと言い始めるんだけど意外とロジカルだから、うん、なんかやってみるけどね。確かに。だからもう地方それ地方創生じゃないですか。うん、だから本当にスピードと実行力あるんだったら全然やるけどねっていう、うん、いや地方はないですよ多分、うん、だからやっぱりなんかそのちゃんとそのプロデュース業で活躍して、うん、なんかまあ1個2個3個ってこう徐々にそういうのが出していけば、なるほど、まあ、行政から依頼が来たら、はいはい、じゃあ10億出してくださいっていう。なるほど、なるほど。いやすごいっすね進み方が。うん、あと何でしたっけ、どこ行くんでしたっけ、一個なんかめっちゃぶっ飛んだやつ。あ、薬。あ、薬屋。薬屋は何ですか。あ、薬屋がその採用課題で。ああ、なるほどね、うん、え、薬屋が採用に悩んでるんですか。うん、そんなん。へえ。なんかその薬屋の内部の人間関係が悪くて、うん、なんかやめてっちゃうみたいな。うん、参加者はないんだよ。あ、でもなんか薬屋とかってどこに向かっていってるみたいなのをこう方向づけるのめちゃめちゃ難しくないですか。ああ、そう、決めるだけだよ。強引に。そう、でもそれを決めるのはやっぱ経営者だから。あ、それがないままこう始めちゃったりすると大変なんだけど、うん、なるほどね。あとは2代目だったりとか3代目だったりとか、はいはい、ベテラン、自分より年上の社員さんがいるとかさ、うん、でもなんかやっぱりそのどこに進みたいんだっけっていうことをちゃんと明確にしてあげないと、うん、なんかいろいろノウハウはベテランさんの方が持ってたとしても、うん、なんかこうしたいっていう気持ちはみんな一緒でしょっていうその共通項をちゃんとやってあげないと、うん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 、そう考えたらビッグモーターとかすごいですね。あれもう悪い方向でみんなこうちゃんと向いてたわけです。あれ結局どうなってたのビッグモーターって。だからもうあのぶっ壊しまくってたんじゃないですか。ああ、なるほどね。はい、まあ、ビジネスとしては賢いだよね。で、それの方向でちゃんとみんな向いてたわけですから、うん、でもなんかあの会長がさ、はい、そんなの知りませんみたいな話だった、言ってましたね。あれは今通れてないの。わかんないっす。なんか息子が大変なことだったんでしょ。そうなんですか、うん、へえ、そこまで見てます。なんか全部やったのはなんか本当は息子が黒幕みたいな。ドラマ見てる、うん、ビッグモーターはね、あのさらば青春の光の YouTube でめっちゃ面白いのやってました。うん、はい、あの今のビッグモーターと昼間の五反田の風俗店は、うん、あのどっちがあの人が入るのかっていうどういうこと比較するんですよ。ないでしょ。今のビッグモーターどんだけ昼間にどんだけ入るのかっていうと、昼間の五反田の風俗店はどんだけ入るのかっていうのを競争するっていう。めっちゃバズってましたよ。ビッグモーターで上場してんのかな。してんじゃないですか、さすがに。あんだけでかかったら、だって国道走ってたら大体ありますもん。え、なんかビッグモーターなんかいくらでもやりようあるけどね。てかあの経営陣は全然勝ち逃げできるけどね。うん、だってビッグモーターってさ、その体質が悪かったみたいな話で、じゃあ例えば企業価値が1000億だとするじゃん、うん、それをなんかディスカウントされてなんか別に600億で売ってもいいわけ、うん、まあまあそうですね。で600億でビッグモーター買った人は全然もっと会社でかくできるわけだし、うん、確かに。だから経営陣が全部変わんないと、うん、社会的なイメージは良くないじゃん。そうですね。だからなんか新社長に なんとかさんが就任、うん、経営体制を一掃しますって言ったらまた株価上がる。確かに確かに。で、あの問題を起こした経営陣もそれ売って600億手に入るじゃん。確かに。めちゃめちゃいいと思うけどね。今株買い抜きじゃないですか、ビッグモーター。うん。上場してるんだったらね。そうなんですよね。で、一番被害を被ってるのはあの佐藤くんじゃない。確かに。CM 出たけど一番被ってた。やっぱりビッグが一番って言った。めちゃめちゃ言いまくってたから。全然意識してなかったですけどね。ニュースになってなんか認識しましたよね、ビッグモーターって。うん。あれ、ラジオ CM すごかったからな、うん、みんなでもやっぱ行くんですね、車持ってる人はビッグモーターに、うん、まあでもなんかその
ビッグモーターがなんか高価買取みたいなことを歌ってる信頼がなくなってしまったってのあるけど、うん、サウナの事業はサウナエクサとかフランチャイズで広げていく感じですか。サウナはフランチャイズと直営を出す、うん、直営もですか。うん、へえ。今年2店舗出すよ。マジですか。うん、四ツ谷、四ツ谷と天神。ああ多分。え、でももうなんかあれ着工してませんでした。まだ着工してない。ああ、まだですか。あれはあの内装屋さんを連れて、うん、その不動産を契約するまでに、うん、なんかいろいろ確認することがあるんだよね。うん、なんかそれをいろいろ同時並行でなくちゃいけないから。なるほどね。まあでも一瞬ですからね、できるまで。いや本当にそうだよね。うん、今年ですか。うん、あと4ヶ月ぐらい。あと4ヶ月ぐらい。いやすげえなに四ツ谷と天神出せればいいなっていう。天神、あ、それで福岡行くんですか。そう。ああ、いいっすね天神で。同級生の不動産屋に、うん、福岡紹介してもらって。なるほど。もう訳が分かりません。いやすごいっすわ。あとはなんかタレントさんの YouTube のディレクターみたいな謎の仕事もやってるしそれは進んでるんですね。進んでる。ああ、あれめちゃめちゃいいと思うな。そうなんだ。あれもなんか世界変わる気がするな。へえ。やっぱりモデルさんって綺麗なんだよな。うん、すごいんだよな、その写真映えというかねはいはい。あ、なんか僕もそのスケジューリングがもうバグってるからやっぱ昔の癖でもうスケジュールをさ、はい、ズバズバズバ詰め込むからさ、うん、これやめようと思って。いやどうすか、でも詰め込んだ方がいいんじゃないですか。あ、それ時間単位じゃなくて日にち単位って話ですか。いや、なんかもう仕事入れない時間がを作らないと、あ、なんかもう走り続けてなんか終わる気がする、うん。で今回もやっぱ強制的に札幌とか行ってよかったし。はいはい。いそうっすね、なんかその休みを休みって言って入れるんじゃなくて、どっか行くって言って入れないと結局休みになってたら、うん、アポ入れちゃうんですよね。そう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 どっか行かなきゃダメなんだよそうそうそう、うん、もう強制的にアポできないようにしないと。そうなんです。そう思ってたんですけど、オンラインでできちゃうんですよね確かにそれはなんかサファーかもね。はい、うつさんとかだって旅行先でズーム入りますからねそうだよね。なるほどな、そっか、どっか行けばいいんだ。どっか行けばいいんだよね。一人でどっか行くっつうのもね、まあいいんだけど暇なんだよな。うん、いや一人で行っても楽しくないですよね。うん、友達大事ですね。やっぱね、おじさんがいい、おじさんとおじさんがいいですね。なんか本当に行動力のあるおじさん。はいはい。で、リミッターのないおじさん。リミッターのないおじさんがやっぱ大事。なるほど、リミッターのないおじさんってもうやばいっすけど。いや、でもそれはさ、とかじゃなくてさ、はいはい、ああ、行きましょう、行きましょうって言うもう一人やんすよ。飲みましょういや、そうっすね。だってこの間も飲んでたら12時くらい来ましたもんね。あ、そうそう。やっぱ行動力のあるリミッターゼロおじさん。うん、サウナ X の社長なんか僕久々に友達できたなと思いました、ね。ああ、確かに友達感すごいよね。はい、同級生ですか。細くても友達なんですよよかったですね、なんか寂しくなさそうで。細木めちゃめちゃでかくなってたやつ。なんか太ってましたね。ああ、写真見ましたよ。ああ、でも多分暇なんすか、あいつ。ありがとうございました。ありがとうございました。